にここは見つかる。お侍。何があった？猛虎と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、蛮兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋人の荷車だ。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。秋人はおらぬか。通行証はないな。もう子供、知らせてやらねば。遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋人を助けてください。実は弟なんです。何だと？通行証を奪おうとしたのも全て家名のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずな。脇にそれた。
秋人はあの中におるはず。安全になるまで動きたくない。逃がしてやる。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ。道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。よし。
先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。少し前まで穏やかで静かなところだった。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。カッパをご存知ですか？本当にいるんですよ。なんだと？あの妖怪がなんと赤島の集落に姿を見せたそうです。妖怪か人か、調べてみるとしよう。まさかお会いしたこともあるけど怒らせる。何かご入り用でしょうか？お手伝いできて光栄です。お目が効きますね。また来よう。ここで役立つものばかりです。お待ちしてますね。酒井様、素材が足りないようですが。お達者でいらしたか。またお越しください。げがさしゅうめ、俺たちを裏切りやがって、なんで寝返ったんだろうな。根っからの浪人だからさ、帯さえもらえれば。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか？野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地？全てお主が束ねる野営か？有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか？貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。サダオはなぜ裏切りを？私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか？証明はできない。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事が。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか？サダオ、首を洗って待っておる。えっ、うわ、
館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。にゃあ、クズめ。殺したのですか。雅子殿。奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。駒田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者は豊玉におる。共に見つけましょう。いい子だ。ノブ、さあ。
加減はせんぞ。
けよ、あいつの。Here ya, Jingu. Dosho! 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 アナ・タカシ、岩尾が来たる苔衣、小春の光、糸いたるかも。